いつはペギーの血が好きだし、瞬く間に奴らを倒してくれる。あなたに祝福を。ねえ、私のことは聞いてるでしょ。嘘つきだって、人を操るって。私が人の心を毒すんだって。でもあなたには知ってほしいの、真実の物語を。昔あるところに、すべてに見放された少女がいた。友人にいじめられ、家族からも虐待された。救いを求め薬に走った。孤独だった。死を望んでた。そしてファーザーに出会った。彼は希望と自信を与えた。彼女は特別で、愛と光に満ちてることを教えてくれた。そしてファーザーは彼女に新しい家族を与えた。あるがままを受け入れる家族を彼は与えた。目的、ある日ここに連れてこられた。彼は言った。自分を信じているかと、彼のために死ねるかと、そう尋ねた。生きようと思い始めてた彼女は怖くなった。彼女を試したのだとファーザーは言った。彼を信じるなら彼も彼女を信じると。彼女は目を閉じ飛んだ。ファーザーは約束を守った。エデンへの道は信じる者に開かれる。道を歩め。信じて保安官、大丈夫よ。信念に従ってあなたに目的をあげる。私があなたを解き放つの。違いがわかる。生きてるって実感してる？初めの一歩はいつだって一番怖いものよ。でも私たちはあなたを信じてる。巡礼に従って道を歩んで、すぐに会いましょう。
ちらホープカウンティ刑務所のバジル・ミンクラ。助けてくれ。繰り返す、助けてくれ。ペギーが押し入ろうとしている。誰か近くにいたら早く助けに来てくれ。いつまで持ちこたえられるかわからない。救ってくれたな。奴らは何日もここの壁を壊そうとしてる。諦めない。よほど目の敵にされてるらしい。道にトラックが。うわ、くそ、衛星兵。ルーキー、壁の上に行ってくれ。中にフッティが使ってたアーク溶接機がある。探せ。一緒に来い。スクラップを集めろ。足りなければ独房のドアを外せ。いいな。急げ、時間がないぞ。問題か。別に、ペギーが何人か壁を登ったけど平気。開けて。大したことはなさそうだ。しっかり押さえとけ。実はな、去年退職するはずだった。しなくてよかったよ。
ねえ、この人紹介してくんないの？クソ気まずいんだけど。言葉遣い。ああ、うっさいバーチル、黙ってて。何度も言ってるだろう、汚い言葉は。おい、パッチはどうした？え、つけるわけないでしょ。死傷者を報告しろ。我らはクーガーズだ。本当は違うじゃん。私は私のバッジ、保安官も自分のをつけてる。この人は、この人は誰だ？こいつは俺の部下だ。連れ去られたって言ってなかった？それとは別だ。こいつはすでにエデンズゲートとやり合ってる。あ、そう。使えるやつだといいけどね。足手まといは邪魔なだけ。トレイシーは少し人見知りでな。だが腕は確かだ。仕事は山ほどあるぞ。手を借りたい。よく戻ったルーキー。これでよし。いい日だな。いつか勇気を出してチャールズには俺の思いを伝えるつもりだ。ペンパーは喜んでるでしょうね。バンカーにこもる立派な理由ができたんだから。学者タイプの連中は何でも知ってる。調子はどうだ？これまで俺が見てきたここの人たちの凄技を今のは援護して。移動する。嘘だろ。やるわよ。保安官、私が言うのもなんだけど、バージルか誰かと話したらどこを攻撃すればいいか教えてくれるはずよ。彼が抜け殻になる前に祝福から連邦保安官を出さないと。フェイスはちょっと来てくれ。正直言うと二度と会えないと思っていた。墜落の後に霧を見たのを覚えている。野原を歩いていたら彼女に出会った。お前も彼女に会っただろう。あいつの言葉や約束は全て嘘だ。近づくなよ。さもないとバークのようになるぞ。祝福は記憶を消す。開放的な気分になり永遠に残りたいと思う。だが全ては偽りだ。バージルやトレイシーが見つけてくれなかったら俺は今も祝福の海を泳いでいただろう。現実に戻れないまま。あの二人は命の恩人だ。クーガーズはいい人たちだが大変な状況にいる。彼らを助けるぞ、ルーキー。これは俺たちの仕事だ。最後にもう一つ。ここの医者が、まあ獣医なんだが、数時間前から行方不明だ。経緯はわからない。捜索を頼めるか。私はいずれここに入るだろうってママは言ってたけど、嫌な感じだ。こうなると思ってなかった。気を抜くな。古い刑務所がレジスタンスにとって重要な存在になるなんて誰が想像できたろうな。お前のとこの保安官は抜かりがないようだ。トレイシーは自分の殻にこもりがちだし、バージルは、まあ彼は彼だ。少しいいか。あまり政治家のことは気にするな。彼らを助けるためにできることをやれ。また連絡する。今ある大きな目標の一つはフェイスの阻止だ。あの女に全てを奪われた。仕事も家庭も息子まで全部祝福のせいだ。君はクーガーズの仲間だ。私たちは互いを助け合うチームなんだ。そこで君の助けを借りたい。水処理施設のことは知ってるか？カルトがそこを奪い祝福を流し込んだ。信じられるか？飲み水の中にだぞ。どんな神経をしてるんだ。これ以上好きにはさせない。私たちですぐにあそこを封鎖する。力を貸してくれないか？刑務所では見事だったわね。任せて保安官。起動するわ。援護する。行って。いや、元気か？最近調子はどうなの？刑務所での奮闘ありがとう。行くぞ行くぞ。
行くぞ。どうも。フェイスについていっちゃダメよ。最後に行き着くのがこんな場所とは想像もしなかったわ。どうも。まだ生きてたか。祝福に近づくのはできるだけ避けた方がいいわよ。あれ、なんか変。あんた幻でしょ。ああ、元気？元気？目を見開き、顎を上げる。刑務所では見事だったわね。さあ、集中しないと。その息よ。頼みたい仕事がある。ここ2日で数人が行方不明になっている。どうも祝福のせいで消えたわけじゃなさそうだ。フェイスの側近がとある施設を運営してるらしい。入ったら最後出てこられないような場所だ。拷問、水攻め、生贄、フェイスの巡礼を拒む者は皆そこに送られるそうだ。まずい事態になりそうだから調べてもらいたい。噂が本当だった時、自力で対応できる誰かに。気をつけろよ。こんなとこで会ったことないわよね。元気に。刑務所での騒ぎに関わってたんだって。よかった。ウィンクラーに任せておけ。元気なの？元気だった？おかしいわね。俺の部下が向かってる。支援用に無線を入れておけ。ペギーの全周波数を監視するわ。分かったことは報告しろ。任せて保安官。行方不明者はもう出さんぞ。四六時中フェイスの手下に囲まれてると疲れるわね。ペギーは自然保護なんて考えやしない。動物を手当たり次第に打ち上がる。もう取り返しがつかない状態かもな。よくやってくれたわ。警戒して。また攻撃されるかもしれない。慎重に行け。お互い敵対しないようにしたいわね。俺も外に出て人助けをしないとな。落ち着いて。ああ、元気だった。嫌な感じだ。気を抜くな。この国で一番新鮮。ホワイトホースが喜ぶわ。